HATTV ノブミキヤーんじゃなかったヤーだったヤーだったごめんごめん打ち合わせしてなかったね前までうんだったけどね本日はヤーだったヤーだったダチョウクラブだったダチョウクラブということで、はい、今回セラピストさん、うん、指痛くないですか。うーん、あとは指ね、腱鞘炎になってないですか。うんうんうん、やっぱ一番は指だよね、うちらは ね、あのこの季節の変わり目とかに、今今日なんてさ、ガクッと気温落ちたじゃん、こういう時危ないよね、うんうん、それは何でしょうかって分かります？季節の変わり目って、うーん、ね、そこまで突っ込むと結構みんな分かんなかったりするよね気圧の変化なんですね、うん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 、急に変わるんですよ、うん、するとなんか人間って反応するんだろうね、そこに対して、うん、古傷が痛むみたいなね、うんうんうん、なんか頭痛るってアプリがあって、あ、頭痛なる人はなるよね。そう、それは気圧がガクって下がった時に注意日って教えてくれるの、うん、で私ないんだけど、お客さんがそういう風になる時があるから頭痛るアプリ入れてて時々見るけど、あと、うん、雨の前の日に頭痛なる人もいるよね、うん、したら次の日雨だってみたいな、ね、痛いお客さんでね、必ずね、うん、雨の前の日に呼ぶ人がいて、うん、明日雨ですよって教えてくれるなあと雨の当日、私は雨当日にお腹痛くなっちゃったりとかがあるから、すごい気をつけないと、今日みたいに冷えちゃった日は気をつけないと、これ寒暖差でアレルギーっぽく鼻がなったりすることはあるけど、なんかね、頭痛になるってこともないし、胃が痛くなるってこともないんで、今まで多分ね、ほとんど記憶にない。私腸かな、胃より。腸もないな。温めてるからだよね、やっぱね。なのかな、うん、私はもうださっき温度すごい差感じたけど、超冷たくない、今。何が？あ、私すごい冷たくない、今日いつもより。足もすごい冷たくなかった。冷たい。そう、だから多分それだと思うの、一番日頃から温めてるからか。体冷やすのすごい嫌いなんか知らないけど、勝手にそうなっちゃってるだけでね、うんうん、だから平均がいつも測ると36.7とか、気温が、気温がじゃね、気温がね、俺の気温が気温、そう、俺の気温 36.7 です、うん、平均最近測る機会多いから ね、まあ、そうね、よくね、うんうんうん、ジムとかもさ必ず測って、うん、あと毎回書かされてさ、こうやってチェック、ああそこそこそこ毎回、うん、まあでも大事だよね、うん、まあね、大事だよね、今の時代。今月からはなんかまあね、賛否両論あるし、それが全部の正しいことが分かるかっていうと、うんうんうん、調べていくと違う病原体とかも出てくるからあれなんだけど、うん、抗原検査と抗体検査は毎月やってもいいかなと思って、はいはい、PCR にしても結局死んじゃったウイルスに対しても反応しちゃうから、あ、なんかでもまあ一つの目安だよね、自分が健康ですよって周りに、うん、伝えられる今の時代的な、うんうん、時代的な、うん、そうだね、うん、そのうちインフルみたいになっていくんでしょうけどね、共存だよ ね、多分ね、うん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 、どう話しちゃってましたけど、メンテ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 、腕メンテ、腕メンテ、だからセラピストの人はね、うん、腕メンテ絶対してください、うんうんうん、セルフでもできるし、うん、あとは一緒にね、従業員いたり、うん、スタッフさんとかの関係、仲間同士でやるのもいいじゃないですか、うん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 、で腕ってめっちゃ気持ちいいじゃないですか、うん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 、だからどの辺をどう狙って、うん、私がやってるのかをちょっと、はい、ご紹介したいと思います。はい、あ、じゃあ行ってみますか。はい、はい、レッツゴー。じゃじゃん、ちょっと近い、怖いよ俺自分の顔。いや、ライトだよ、ライトで。ライトこう。じゃじゃーん、はい、スタッフさん裏越しに。はい、腕のセルフ、セルフじゃない、腕のセルフじゃないね。うん、腕の疲れね、腱鞘炎になりやすい人、指痛くなるじゃないですか。うん、だからメンテナンスしてほしいんですよ。どこが硬くなるでしょうか、楽しますね。うん、さあどこでしょう、うん、私親指が痛くなるから、あ、付け根、広告のとこね、うん、これも硬くなるよね、うん、あれ行っちゃうんですかそうそう、まずね、親指と人差し指の間の広告の、ここが硬くなると親指痛くなります。だからここは常に柔らかく、まあやり方とは普通に親指でね、クリ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 、うんうん、で柔らかくなります、柔らかくなります。でなかなか柔らかくならない人はストレッチかけてください、伸展屈曲、うん、あと引っ張ったり、うん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 、で親指とつながってるここのラインなんですよ、やっぱり硬、うんうん、くなるのが腱鞘炎になりがち、うんうん、あとあれだよね、産後の奥様が腱鞘炎とかもなったことある、うん、ある、うん、ここのラインが硬くなってるんで、うん、いきますね、
まずね手首のねここぐーっと2本でいきます、うん、ちょっとね手首同士手首と尺骨頭骨のところを突き放す感じね、ここにグッと入れて、うん、なんならそうだね、手首こう動かしてあげましょう、うん、見えるか見えるよね見えるかここの隙間に間入れてギューッと、うん、何気に気持ちいいんです。あとあとこれも気持ちいいです。もうね、え、何カラスマジで、うん、カラスもカラスもこういうの、え、近くない？近い、多分屋根だよ、そこに。私、のびちゃんの携帯の音かと思った。あ、違う違う、すげえ音だなと思った。カンカン言うたぞと思って。これ、見た目面白。これ、本当気持ちいいよね。何気なく気持ちいいです。まあ、言ったら、まあ、じゃあ入れるか。次にね、こうね、うん、あ、手のひら、そう、手のひら、こうね、乗っけて、うん、親指もかけてます。すると、前側ね、こっち、うん、こっち側ね、うん、こちらが伸びるんで、うん、前側伸ばして、うん、でこのブランブラね、ブランブラして、でメインディッシュは言ってた、うん、このワンと骨ラインなんで、うん、下からねこれ大腸系ナインっていうね神経で習った、うんうん、ねちょうどやっと習った、ちょうどこのラインじゃない、うんうん、この隙間があります、うん、隙間があります。筋肉の間の隙間があります。ここの隙間が気持ちいいんですよ、うん、気持ちいい、うん、ここが硬くなってるんで、うん、セラピストみんなほとんど固まってるしやったられて気持ちいいのかな、ギュッて入れるっていうよりは何だろうな、第一関節も使いながらなんか当て込むというか、あ、そうだね、なんかね、第一関節全体みたいな、ね、広くやってくれて、こうじゃなくて、うん、そうこうじゃなくてこうですね、うん、寝せて平面で当て込んでるのが気持ちいい、うんうん、でポイントがあって、これを押しながら4指で後ろをもう結構しっかりめに、うん、優しくじゃなくて結構しっかりめにこう表裏一体で当ててますからね、うん、両方だから前側もほぐしてます。親指がメインなんだけどこっち側も裏側もほぐしてで、ここね、このビーンってくるね、これ止まってください、うん、聞く、うん、ビーンって。さあここの名前はなんというツボでしょうか。教えません。もうさすがに覚えてるでしょ。そうそう。でもう一個上まで行ってね。でね、ここで筋肉で終わる人いるじゃないですか。私違うんですよ。マニアなんで、ここ肘、肘の骨触ってください。骨まで行っちゃいましょう。骨。おー。骨こうやって触る人いないでしょ。うん、意外と付着してる部位なんで筋肉が。気持ちいいわけですよ。気持ちいい。本当に骨、骨触ってあげて。加減がいいんだね。加減がいいんだね。うん、自分で言うな。揺する大きさとその力も弱すぎず強すぎず。そうそう。ここのね隙間、骨とかの隙間とか。気持ちいい。小指側、尺骨とかね、尺骨との間があるわけでしょ、こっちの。うんうんうん。腕細くなりそう。カモシカ腕。うん、カモシカ腕。いや、カモシカって全然細くないのね。調べちゃった。俺もね、調べちゃった。カモシカの足にならない。間違えたんだってね。間違えたんだ。ね。あ、そう、書いてあった。なんか、本当は、なんかの鹿かなんかだったんだけど、うん、なんか、日本人が、なんか間違えて、うんうんうん、カモシカっていう。うん、ああ、そうだよね。そうそうそう。だって全然。太いよね。太いし、うん、短いズドンだし、そうなんかかっこよくないよね。そう、あ、なんか話ずれてるんだ。今度いきますよ。またもう一つやり方、うん、今度手の3にね、3に言っちゃいましたけど3に入れながら、うん、手首を動かします。キャーやばい。これやばいよね。この時にちょっと点にします、うん、わざと効かせるため。うわ、でもこれ本当に化粧になってる時やったら、うん、なんかね、必要な、うん、結構だからもう化粧になるぐらいになると、うん、表面じゃないんですよ。今度深層が悪さしてることが多いんで、何でもそうじゃない、うん、首が本当に痛くみ取れなくてっつって表面の筋肉じゃないじゃないですか、うん、結局斜角筋なんですよ。奥の筋肉狙うとすっごい取れます、うん、だからそのために深く入れるためにこう手首動かします。うわ、でまんべんなく下まで、うん、入れて、でなごみ入れて、うん、またねちょっと伸ばしてあげたりして、うん、
でも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。